给我接防疫所。刘所长，哎呦，糟了！我们盛安医院也发现热病了。佐藤科长，大変に危険です。科長，さあ、この熱病は大変に危険です。感染源はどこだ？ こんな熱病は、ネズミが感染源で、噴水中に外部から感染し、港で広がっている模様です。死亡確率は？常に15名を審査し、9名が命を落としました。この3名を除いて、2個病棟には3名。彼らを審査した医者も罹患し、現在、単独病棟で隔離中です。一人でも治せねえのか？抗菌素欠乏のため、治療ができません。それに、 ネズミの症状はひどく、伝染力も強いです。こちらはバレア港の向田船長と、こちらは山田副官です。船上熱病はいつから現れたんだ？航行途中に幸運余命が発熱、医師はカゼと診断しました。目立ったについてから、私と日本人航海士は すぐに下船し、休んでおりました。熱病のことは昨日知ったばかりです。日本国籍の船員の状況はどうだ？今のところ感染状況はありません。すべての労働者の状況は？船の乗降者は全員中国人です。4分の3は船室内で待機しているんですが、残りの4分の1は船から降りました。熱病のことを把握してから全員船で待機しろと船長に命じられました。いいか、よく聞け。 全ての日本国籍の船員は家で待機し、一切中国の労働者と関わってならん。薬物情報を漏らさず船に戻るな。はい。乘務经理，佐藤科长以前往盛安医院视察热病，由鲁大夫接待介绍情况。佐藤还去了码头，询问了船长和大副，但也没敢登船。目前一切按计划进行。作息做到底，注意持续散布外围消息。 怎么了？帕里要号吨位可观，军部真会舍得割弃。他们视中国人的人命为草芥，为了中国人当然不可能割弃。但是，为了自己的政治前途，没有什么是不可以牺牲的。 レイダーミンの愛知で少将に恥をおかけしました。万死に値する罪です。少将がお罪であれば今すぐその命に従います。役員流出事件は貴様に落ち度があるも正しい判断もあった。 定位置の魂胆に気づいたのは貴様だ。ありがったけ奥様。レイダーミンは悪玉ですが、定位置が善玉というわけでは。失礼します。少将閣下、疫病の状況はどうだ？疫病は確実です。私がすでに西安病院の熱病患者を検索しましたが、状況は楽観できません。バリア号の現在には 214名労働者がいまして、その中15人が死亡、9人が熱発、その他16人の高熱で検査を待っております。パリア号は7000トン級、我々が収容し、部署を輸送するために重要な船です。薬病で使えなくなれば、輸送に影響が出るだけでなく、青木大将はさらに不満を言われる。 疫病情報の流出を防げ、行員に船を消毒させ、無許可の下船を一切許すな。いいか、全力で感染拡大を止め、影響を最小限に抑える。はい、はい。